ヤギってどんな目をしてるか思い出せる？わかるかな？目の形って実は生き物によって様々なんだよ。例えば人間の目って丸いよね。猫科でもライオンやチーターなんかは人間と同じ丸い目を持っている。でも猫やキツネ、タヌキなんかは縦長の目を持っている。ワニも縦長だよね。じゃあヤギの目はどんな形なんだろう。ヤギや羊の目は横長、漢字の一を書いたみたいな瞳を持っている。瞳が横に長いと見える範囲が広くなるから、草を食べてる時も敵を早く発見できて便利なんだ。ヤモリなんかは小さい円が縦に並んでいるし、中にはひし形の瞳を持ったカエルもいる。環境や生活の仕方によって変わってくるみたいだね。今日も見てくれてありがとう。またね。バイバーイ。